はい、どうもです、結局ねプレステ4録画に落ち着きました。音質の問題でなんかキャプチャーボードだと音がねなんかボス変な感じになっちゃうんで、パソコンのスペックがもしかして低いのかもしれないからパソコンを買い替えようか考えてるんだから、だが別にプレステ4で撮れるならプレステ4でいいんじゃないかっていう感情があります。ただキャプチャーモード買ったのは無駄だった。でもスイッチはね本体録画できないんでね、スイッチのゲームやるときはキャプチャーボード使ってやろうかなって思います。その時は音声がどうなるのか分かんないけど、まあその時はその時考えてみましょう。じゃあ、12球団補強なしでペナントを制す日本ハム編やっていこうと思うんが、なかなか厳しいね。中田翔さんがいなくなったのが一番厳しいんですが、留学生があと12日で帰ってくるので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 清宮くんが帰ってきてくれるんで、木の宮と渡辺だな、この2人抜きで。まあ清宮は正直いてもいなくても微妙なんだけど、まあ、渡辺はだいぶ戦力なんで。おでも首位、今年は優勝を狙えるんじゃないか。今現在首位で、しかもさらに留学生も帰ってくると。ああ負けた。おお渡辺強い。清宮のミートが全然上がらない。もうちょい上がってほしいね。清宮ミート E までは行ってほしかったな。吉川下げて噂を上げろ。で野手は浅間を下げるか松本下げて清宮、浅間を下げて渡辺クソ強えな。清宮粘り打ち、渡辺はどうしようか。ミートだったな。谷口が打ってないんで杉谷は頑張ってんだよな。で杉谷ショートでセカンドに渡辺、清宮をファースト、西川をセンター、太田がライト。4番渡辺、4番ワンボーロンでいいんじゃない。近藤を4番に置いてみるか。じゃあ近藤5番だな。近藤の良さは出塁の出塁率なんだよな。2番近藤だな。清水、清宮、平沼で対左は横で、じゃワンボールも対左弱いんだ。対左は谷口でいこうか。よしこれでじゃあシーズン終盤までいきましょう。よーし、マジック4、なんとかね。なぜか知らないが勝ち出したとか、ソフトバンクが急に弱くなったんだけど、なんかあったソフトバンク、どういうこと。うちがなんかめちゃくちゃ強いんだけど、なぜか理由はわからん。ピッチャー陣、まあいいけど、なんだ、宮西がだいぶ衰えてきてる。北浦ダメだな。じゃあここは福田くんで。西村、玉井、堀、井口、石川。まあ石川、西村が勝ちパかな。あ、宮西にしよう、勝ちパか。西村1点台だったんだけど、ちょっと打たれ出したね。43ホールド。48セーブ。すごい。で打線は西川、近藤、太田、ワンボーロン、渡辺、松本、清宮、清水、杉谷。杉谷がショートのレギュラーだからね、うちは。よし、マジックに入賞しよう。今年マジで決めます。多分来年優勝できるかわからん。今年はなんかうまいことみんなが活躍して、ピースがハマったことによっての優勝だから。相手はソフトバンク。急に弱くなったソフトバンク、何があったのか分からん。ホール、クロッソン、グラシアルっていう外国人3人の、いやもうローテ通り行こうか。噂はできます。ゼフ長でも噂には頑張ってもらう。相手は吉住。まあ負けても、あ、じゃあマジック2だから負けても優勝はないか。マジック1だったら2マジック対象者の2位のチームが負けたらうちが優勝だけど、1しか減らないからね、2位が負けても。だから抑えてます、絶不調でも。噂くん。
さよならで決めたいな、負けた。さよならで決めたいなって言ってたら負けてしまった。ホール48本もホームランってる。なんでソフトバンクそれで弱いんだ。何、あ、結界 MVP ね。外が、外、今永、ホール、ロドリゲス。あ、うちのロドリゲスじゃん。あれ、ロドリゲス、なん、え ?3.10、5勝0敗。やっぱ打線が打ってんだな。マジック1。ここは有原でいいでしょ。エース有原。慶三が頑張ってんだよな。2割8分8厘。意外とそんなに活躍してなかった。しかも慶三じゃないし、5だった。松本5だった。慶三は、あれだ。ソフトバンクだ。川島慶三。俺のお気に入り選手。対左 A 持ってるんでね。対左ではスタメンで重宝します。あー、3点取られちゃった。あー、5点。あー、7点。あー、千賀は打てんわ。しょうがない。千賀打てる選手なんてなかなかいないんでね。でも有原が意外と打たれちゃった。移動日、あー、本拠地で決めたかったな。まあいっか、西武ドーム。あー、まあ、また有原やるのか。ロドリゲス絶好調すぎや。源田、木村、殿崎、森、山川。あー、なんかちょっと弱そうだね。強力打線がちょっと影を潜めておりますが、西武ライオンズ。大変ながらメットライフドームです。よーし、いいぞ。あーあーあー、よーし、優勝。それでも優勝。よーし、ありがとう。歓喜の瞬間です。なんとか勝つことができました。まず前哨戦、前哨戦の優勝。その次にクライマックスシリーズを勝つ。そして日本シリーズ。クライマックスシリーズこれで勝てた。そして次は日本シリーズまで行く。じゃあクライマックスシリーズか。クライマックスシリーズまで行きましょうか。じゃあ9月10月あと1ヶ月くらいあるんで、じゃあここをカットでいこう。相手は東北楽天ゴールデンイーグルス。去年うちがクライマックスシリーズで負けた相手だね。絶対に負けない。絶対に勝つ。そういう強い気持ちでいきます。絶好調有原を使える。そして相手は石橋くんなんで。てかすごくねえか、ワンボーロン3割6分3厘。これ首位打者じゃない。ワンボーロンが首位打者取ってんだけど。いや、台湾の手法はやっぱすごかったな。台湾で4割打てるやつはやっぱ日本で3割6分打てんのか。イチローみたいな、劣化版イチローみたいな成績残してますね。守備が良くなくて長打がちょっと少ないイチローみたいな。日本時代のイチローは長打も打ってるからね。よー、1点。よーし、いいぞ。あー、野球は9月だとか。また増田じゃん。な、俺いつも増田と試合してるんだけど。なぜ増田、増田は俺の前に立ちはだかる。まっすぐ、あー、いいところ守ってた。あ、そして翔さんがいる楽天か。なんで増田が、俺の敵に増田がいすぎるんだよな。だから増田がいるチームが強いのか、増田が強いのか。増田が強いから、増田が行くチームは強くなるってことだ。そういうことだな。まっすんと試合しまくる。めちゃくちゃまっすんと試合してんだけどね、俺。加藤。中島絶好調。じゃあ中島ちょっと行ってみようか。今日は左ピッチャーか。やめとこう。じゃあ杉谷でいいや。杉谷チャンスに弱い。下鶴がまだ頑張ってる。山下海がキャッチャーなんだ。ブラッシュ、浅村ブラッシュ、ショート。あれ、あいつ、あ、そうか、浅村、中田、ああ、田中。楽天強そうだな。もうちょっと順位、あ、でもまあ3位でも十分か。打線はなかなかいいんじゃないとか、中田、浅村が強いわ。とか、うちも中田いたらもっと強いんだって。ファーストに横尾なんて置かなくていいんだよ、うちは。よし、いいぞ。いいぞ。よーし。シーソーゲームを勝ちました。お、横尾、そんなこと言ってた横尾が決勝点の犠牲フライ。旅行打った今日。3打数1安打2打点。悪くない。悪くないというか大活躍か。ロドリゲス。絶不調だな。じゃあここは杉谷と谷口で。菅原。右ピッチャーかな、左ピッチャーかな。多分右ピッチャーだと思われる。
てかまあオーダーで右のオーダー組んでるから右ピッチャーでしょうね。菅原と誰だっけ、あの森原とあの左のあれが混じる楽天のピッチャーの。いけ、1点、あと1点、あと2点、あと1点、あと1点、よーし、いざ逆転。よーし、いいね、また5対4。結構接戦だな。あやつぐにホームラン打たれてる。山下あやつぐ。あと1勝で勝ち。杉浦くんでささっと決めていこうか。向こうは本田。本田って本田圭佑かな、西武の。FA で楽天行ったのか、FA かトレードか。まあ FA の年じゃないよね。じゃあトレードか、人的保障とかで行ったのかな。頑張れ、1点、よし、いいぞ。いやー、あー、負けちゃった。パーフェクトリーグ、高梨。あ、そう、高梨だ。高梨といい、いい中継ぎだよな、高梨って。社会人のドラフト下位だよね。高梨、森原って。ようやっとるわ。絶好調、噂は。相手ピッチャーは見ていませんでした。だから、則本いないの。則本 FA してどっか行ったのかな。じゃあそろそろ向こうもエース出てくるのか、この辺で。第4戦とか第5戦とかなってくると。いいぞ。いいぞ。よーし。これでクライマックスシーズンも制覇。なんか結構あっさり勝っちゃったね。ぬるっと勝ってるけど、これでいいのか。日本シリーズ、ちょっとなんかぬるっと行き過ぎてないか。一回ここで気を引き締めないといけない。日本シリーズ。までに。勝つだな、一回。で、近藤の弾道が3になってるんで、コンちゃんの弾道が3なんで、ミートあげる。清宮は三振を消えた。ってなると、じゃあミート。横尾も三振消えた、ミート。平沼は、パワー。いや、清宮粘り勝負さそう、もう。他三振持ったやついなかったっけ。石井が三振持ってるのか、粘り打ち。じゃあ万波覚えてんだよね、三振。まあとりあえずまず石井だな。万波より先使うのは石井だ。ラバタメが絶好調か。先発こんなにいらないよな、日本シリーズ。先発は投げるやつだけでいい。中継ぎ陣を増やしたい。中継ぎとか野手を増やしたい、できれば。高浜、まあ、ダイソー要員欲しいね、足の速いやつ。一番足が速いのは、あ、なんで平沼、なんで逃げんだ。あ、平沼そうだ、スランプだったんだ。で、サードは、あー、ゴー、平沼だな。0割クブ8人。うちのファーストレギュラー0割クブ8人なんだけど、ここは5でしょ。松本5。日本シリーズの相手はカープ。お、優勝チーム同士だね、いいね。で、札幌ドームということは、うちが4試合できると、本拠地で。やったぜ。初戦は有原でいこう。福田も絶好調だな。だが有原、ここは。じゃあ今日中島でいくか。向こうは大瀬良。阿部が翔、あ、若林がいる。あ、堂林がサード持ってる。はあ、でも、あ、鈴木誠也 DH。強そうだな。野間、菊池、鈴木誠也、バティスタ、西川、堂林、若林、阿部、関谷、大瀬良。関谷は多分オリジナル選手。若林は巨人の岡林か、オリジナル選手か。巨人の岡林はなかなか強いんだよな、あいつ。パワープロだと。1点。よーし、3点。よーし、ありがとう。ありがとう、大瀬良。大瀬良じゃない、有原。ちゃんと7回で降りてるあたり、偉いな。まだ俺は投げるぞと。このシリーズ3試合投げます。有原には3試合投げてもらいたい、このシリーズで。
2戦目は加藤、谷口が調子いいが、ワンボールはさすがに変えれないな。ショートがいねえね。ショート誰する？中島でいくか。杉谷がぜ、せっかく日本シリーズ出れるのにね。杉谷お祭り男とかついてんのかな。まあそんな打ってるイメージはないけど、決戦で、その短期決戦で打ってるイメージはないが、とか、まあ杉谷が打ってるイメージがないです、まず。リアル野球盤以外で。リアル野球盤以外で杉谷が野球してるとこ見たことないです。よーし、いいぞ。おー、接戦。あーし、ありがとう。よーし。いいね、2連勝。だがこっからね、相手の本拠地に行くんでね、怖いよ。だが相手の本拠地、広島は大田大使の生まれ故郷。違うっけ、大田は違うか。中田か。広島出身って。大田って広島出身じゃなかったっけ。東海大相模だもんね、でも一応、大田は。サード平沼はこれでいいでしょう、大田は。ファーストワンボールなのか。近藤ファーストできない。太田ファースト、西川ファーストだな。さあ俺ファーストワンボールにしてたんだ、清宮が怪我した時。そしたらワンボールがめちゃくちゃ打ってたんだよね。その場合でもファースト西川でいいよな。わざわざワンボールをなぜ俺をファーストにしてたんだ。まあ、西川の足が消えるからもったいないんだよな。あの守備センターでね、足の速い守備範囲を生かした、足を生かした守備範囲ね。よーし、勝った。これで一気に3連勝。あと1勝で勝ちです。まあ、でもわかんないな。こっから4連敗する可能性だってあるんだよな。逆に俺は逆のことやってるからね。3連敗から4連勝してるんでね。気を引き締めていこう。なぜ生ためが出てきた。そう、先発がいないんだ。先発は3人しか使ってなかったんで、ここでロドリゲス。杉谷じゃなくて中島で行こうか。鈴木大地もいるんだ。はあ。鈴木大地がいるけど、堂林をサードにして鈴木大地をレフト。逆の方がよくないか。鈴木大地サードにして堂林をレフトにした方がいいんだけど。いいと思うんだが。1番ライト堂林、懐かしいな。一時期あったよな、1番ライト堂林。鈴木誠也がまだ定着する前かな。堂林が意外となんか走塁がうまいっていう。あー、中崎出てきた。44セーブのキャッチャー坂倉か。お、キャッチャー坂倉やってるね。キャッチャー D まで上がってる。若林はやっぱりあの若林か。巨人若林だな。コウスケ、今宮もいるじゃん。小園も、あ、すごい小園。西川、阿部、めっちゃ強くねえか。堂林絶対使わなくていいでしょ。ショート今宮で、ファースト鈴木大地、バティもでもいるじゃん。野手クソ強いんだが。池清水2割3分クリン15本。お前はもうこのずっとリードを磨いてきた清水、それがバッティングにも生かされるんじゃないのか。またも空振り、バッター追い込まれました。あ、三振持ちだった。第3球を投げました。ストレートはもう外角高め。第4球を投げた。とりあえず塁に出ることが大切。これはショート、あー足が遅い。アキレス腱切ってるからな。うわー、アキレス腱切ってなかったらセーフだったな。中島一応2割7分5厘打ってるんで。初球ムービングパスと空振り、内野安打までバント丸。1球目空振りから投げた、打ちました。あーし、抜けた。これはヒット。中島いいバッティングを見せ、ここで福田代打。ここは代打谷口でいいんじゃない。チャンスに強いのか。これチャンスに強くないやつを使う。あー、ここでいいねー。田中健介を使うのもありだけど、ここはもう谷口でいいや。勝負だ、勝負だ。あー、バントしちゃう君、もったいないね。せっかく使うのに。うわ、すごいダッシュしてる。完璧に決めつけてきたな。一応3割打ってんだけどね。お、西川春樹。よーし、よーし、よーし、よし、抜ける。ナイス、それいい。OK、これで同点。
ここで3割2分のコンちゃん、チャンスにしてくれコンちゃん。いやー負けた。坂倉にホームラン打たれた。ホームランでタイムリー打たれた。せっかく同点に追いついたのにな。これちょっと流れ変わるんじゃないか、このさよなら負けから。向こうが勢いづいてくる可能性があるから、ここで止めないといけない。ここで堀、先発堀使うわ。いやちゃんとうちには先発ピッチャーがいるんだ、そいつらを使えばいい。1人落とそうか。ケンスケ落として杉浦あげよう。浦野2点台じゃん今年。どうした浦野、浦野は何があったんだ。今日はじゃあ浦野に行ってもらおう。あいつ左ピッチャーだなこれ。杉谷でいいや。誰だろうピッチャー、見ればよかったね。でも谷口が出てたってことは、ワンボールオンじゃなくて谷口だったってことは、まあ左ピッチャーでしょう。あ、ワンボールもしかしたら来ていってない可能性あんな、対左出してないから。でも対左出したらな、対左 F 出して多分落ちるんだよな。いいぞ。あーよし、いけ、チャンス、よーしチャンス。コンちゃん3割2分12本95打点、2番で95打点はすごいよ。よーしいいぞ。いやーバティの守備はしょぼい。一歩目が遅いね。ここで太田大志。チャンスには弱い。チャンスで1敗並ぶ5人。ダメです。3番で69打点だからね。近藤90打点超えてんだけど。どんだけ打ってなかったんだ、太田はチャンスで。2割7分19本で妙だな。いや野間の送球がいい。あぶね、ギリギリタイミングが完璧なアウトだったな。ここで谷口、いやここは代打な、ここは代打。ワンボーロンがいない。あもう使ったのかワンボーロン代打で。うーん代打の切り札がいねえな。じゃあもう谷口そのまま打たせろ。谷口は悪くないしね。チャンスで3割2分1に打ってます。チャンス C 持ってます。がーツーアウトだから犠牲フライもありません。だからこんな浅いフライじゃ帰れねえな。しかもセンターの間だし。あーさよなら、ちょっとこれは怖いよ。2試合連続さよなら負けはマジでやばい。これ明日もさよなら負けになる可能性あるな、怖いな。じゃあもうさよなら負けないのか。うちのうちとなるとうちがさよなら勝ちするんじゃないか。ここでうちがさよなら勝ちする可能性があります。ここから有原いけ。お松本が絶好調ならファースト松本で、ファースト松本、セカンド渡辺、サード平沼、ショート杉谷。なんか弱そうな内野陣だな。外野はねやっぱ太田、近藤、西川っていうやっぱ名前もやっぱ日本代表クラスの外野手がいるんだけど、内野が弱すぎる。いかんせん翔さんがやっぱいないからな。あー3点取られちゃった。なんとか1点。いやー5点はちょっときつい。あーまずいですね。3連勝してこれはいけるんじゃないかと思いきや、こっから3連敗、しかも有原で負けちゃった。どうしよう、非常にまずいです。ここはもうロドリゲス加藤も、あー島内、大瀬良の後輩島内総太郎、総太郎だっけ、総一郎だっけ。怖いよー、怖い。1点取られちゃった。よし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 、いざ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 、あー怖い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 、あー怖い怖い、あーまずい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 ですね。攻撃、あ
あ、チャンス。チャンスでここは代打杉谷だ。あ、チャンス F か。ここで松本。イッチは対左弱いのか。あ、対左弱いのか。対左左バッターだったな、ここは。まあいいや。チャンスで3割4分1に打ってます。フォーク気をつけよ。フォーク、フォーク来るよ。いやー弱い。ちょっとパワーが足りないね。すごい、なんだ今のエフェクト、すごい取り方した。なんだそれ、な、何その取り方、遊んでるもしかして。いやちょっと待って、4点取られちゃった。4点取られちゃったよ。ここは杉谷。飯田は対左弱いのか。対左強い。じゃあ右バッターで正解。いやー、これキャッチャー近藤とかやってないよね、さすがに。あー、やってる。絶対原因それだ。近藤キャッチャーとかやっちゃいけないでしょ。最終第3捕手だって、もしいない時の場合だって、それはそれはまずいわ。西川頑張れ。あと4点取ろう、このイニングで。なんとか4点取ればいい。もう1回一塁へ牽制球。第9投げた。初球は勝った。いいだね。いいだは打とうぜ。次の投球。よし、あー、これでマジで打てないな。マジできつい。落とせ、えらしょ。なあ。ど真ん中失投を打ち損じたのはちょっと辛いよ。第9投げた。初球外れても。今のは完璧にホームランボールだったじゃん。ホームランだったらあと2点だったって。2点なら可能性あったよ。それがワンアウトだもんな、4点差の。ヒット来い。もう満塁ホームラン同点したいね。あー、やばい、ゲッツ。あー、終わった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 。あー、いやフラグかよ。3連勝からの4連敗との。負けちまったぜ。完璧にフラグだったな。フラグ立てちゃった。余裕主張みたいな感じでいけばよかった。あ、ここは、なんで俺はあっこで気を引き締めたんだ。もう余裕の感じのノリノリでいけば勝ったのかもしれない。もしかして。90勝。うち90勝もしてんだ。すごっ。交流戦も優勝と。うわ、投手陣めっちゃいいね。全部うちが1位じゃん。野手は得点がセーブのが多いけど、あのホームランはめっちゃ少ない。得点2位だけどホームランは少ない。打率がめちゃくちゃ高いんだな。犠打も少ない。その代わり有原が184イニング。やっぱ有原がめちゃくちゃイニング食ってくるからありがたいね。29歳。キレ丸、尻上がり、脱サッチ、リリースまで、低め丸、歓喜丸、内角攻め、ポーカーフェイス。特能がいっぱいありますね。そしてロドリゲスが14勝4敗。まだ30だからね。てか、もともとわっけ、26か、日本来たとき、ロドリゲス。加藤も29。やっぱりもうみんななんかちょうどいいぐらいの年齢だな。先発陣が。宮西がな、来年まだ頑張ってくれるかな。こいつ9勝1敗43ホールドって意味わかんないんだけど、36歳。西村44ホールド。石川49ホールド。54セーブ。驚異のキラージ、金徳持ってます。無敗ってすごいね、1年間。偉いわ、それは。1年間無敗はめちゃくちゃ偉い。そして王が、これ多分首位打者いってるね。近藤。渡辺、太田、西川。杉谷と清水があんま変わんないんだ。あ、清宮が結構2割3分3厘だけど、OPS は高い。長打打ってるからか。やっぱ長打って正義だな。じゃあオフシーズン行きましょうか。来年勝って絶対優勝してやる。うちは、あ、グラシアルがサードル取ってる。近藤とワンボーロンか。ゴールデングラバー、太田。あ、ワンボーロンが首位打者だ。やったぜ。ストーリー用にしか、と最多安打が近藤か。勝率1、ロドリゲス。最多セーブ、秋吉。最優秀、中継ぎ、宮西。
MVP はうちから出なかったのか。ホールってやつが MVP 取っちゃった。あー誰だ、西川、近藤、杉谷。杉谷は最悪いいけど、まあまあまあ、できるだけやっぱり補強ができないんで、もう誰も出てほしくないんだよ。誰もどっか行ってほしくないから、あと引退もしないでくれ。これ鶴岡引退するんじゃない。村田引退、引き止め。村田は別にいいけどな。村田も引退でいいか。あー鶴岡な、引退ね、引退してもらおうか。で清水はキャッチャー A になったの、まだ B か。多分これキャッチャー途中までね、キャッチャー上げてるからね、キャッチャーの得能。これ多分コーチを変えちゃうと、また1からになるから、ここは古田にやってもらいたい。本当はね、清水がキャッチャーになってたら鶴岡をね、コーチにしたかったんだけど、ここは残念無念。鶴岡引退、村田も引退。村田多分ほとんど投げてないよな。1年目にちょっと投げたぐらいかな。メジャー帰りの。メジャー帰りなんかアメリカ帰りか。中地と一緒だな。中地とは違うな。中地は一応メジャー契約だったから。メジャー契約のマイナーリーガーだから。村田はマイナー契約だけどメジャーに行ったみたいな感じだっけ。確か何試合か投げてたよね、メジャーで。あ、丸が帰ってきた。早くねえか、丸帰ってくるの。ちょ、パリーグ、セリーグ行ってけ、絶対セリーグ行け。丸吉弘。どこ行った、丸。パリーグ来んなよ。パリーグは来ないでくれ。パリーグは来ないで。よーし、これ広島帰ったんじゃない？帰ってない。どこ？丸は？丸は？あー、ヤクルトか。まあいいでしょう。お、浅村。よし、行け！よし、よし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 。いいぞ、戦力ダウン。向こうの戦力をガンガン削っていこうぜ。コンちゃんは絶対ダメだって。あー巨人が、巨人と札田は勝負。杉谷が意外と人気です。まあ、安いからね、杉谷2600万だからね。杉谷安っ。コンちゃんはもう絶対もう3億出しても引き止めないといけない。中田翔さん4億でどっか行ったからね。杉谷はじゃあ5600万ぐらいあげようか。どっち近藤。いや、杉谷は出ていった。杉谷は出ていってしまった。うちのショートレギュラーだったのに、杉谷。せっかく俺がレギュラーに育ててあげたのに、あいつは出ていきやがって。オンシラーズが。オンシラーズ、あ、見てなかった全然。FA どうなった？大丈夫？海外留学はどこ行きますか？どこでも行ける。28、24、平沼とか行かしたいね。25、清水な、キャッチャー A になってからだね、清水が行くのは。あと先発ピッチャーを行かしたい。吉田行くか。伸び B だから強いな。吉田、平沼を行ってもらおうか。変化球、ミート、球速、パワー。メキシコ行くか。いや、パワー上げたいなと、急速か。メキシコ行こう。機材をしっかり買いの。じゃあ、練習、春季キャンプはカットで行こう。よーし、キャンプ終わりました。機材が壊れた。お、柿木くんがカーブを置いてくれた。おー、めっちゃ変化、めっちゃ変化が、宇佐美をファーストにコンバートしました。めっちゃ覚えてくれない？変化球。ハム。ハムのピッチャーめちゃくちゃ変化球覚えてくれるんだけど、優秀すぎないか。堀くんは全然覚えないけど。クモも覚えた。やったぜ。高山も覚えた。大阪桐蔭高山くん、東大宮台、大阪桐蔭柿木。柿も強くなってきたね。何歳？まだ21歳だよ。吉田康生と一緒にダブルエースを張ってほしいね。渡辺はショートを、あ、ショート島だった。こいつワンチャンショートにしてもいいね。そのためには送球上げとくか。いや、もういいや、ミートでいい。守備より打撃ぶっぱ。
パワー C にしてから弾道を上げようか。いやパワー、まずミート C にしてからパワー C にしよう。そして弾道を上げよう。宇佐美はファーストコンバートをパワー。近藤は一応ショート守れるようになってもらった。あ、近藤ショートだもんね。あ、意外と流し打ち持ってないんだな近藤は。阿部比固め打ち粘り打ち内野安打。どういうオーダー組もうか。なんか面白そう、面白そうだね。いろんなオーダーが組めそう。ピッチャーが1人足りない。噂はか。で、今度を、あ、杉谷がいなくなったんで浅間あげようか。うーん、こいつもなかなか外野手が結構強いのがいいんだよ。でも内野手はあんまりいないんだよ、いいのが。キャッチャー、あ、さ、キャッチャー1人減ったんで黒羽をあげるか。かタミヤをあげるけど、キャッチャーが弱いんだよな。キャッチャー F なんだよな。黒羽でいいや。どっちみち試合に出ることあんまりないんで。試合終盤の守備固めで出てもらおう。全員途中交代で。近藤ショートありだな。松本セカンド、いや、渡辺セカンドだよな。渡辺セカンド、二遊間守れる。こいつサードでもいい。松本もセカンド、ショートも守れる。サード、松本サードだな。松本サード、ワンボーロンで DH に谷口と、こういうことができます。近藤をこうすると。4番、5番、6番、7番、8番、9番。9番にちょっと足がね、あるやつをできれば置いときたい派なんで、こういう感じでいこうか。とりあえずこのオーダーでいきましょうか。序盤は。で、対左はワンボーロンが弱いんで、対左は横を使いたい、俺は。俺はずっと横に期待してるんだけどね。一向に良くならない。横ファーストな。C、F、C、F、C やから浅間を使おう。浅間サードにして、松本をショート。今度 DH いこう。清宮を横を、ワンボーロンを谷口。こういう感じでいきましょうか。あれセンター吉田正尚、サードトング、あれトングがまだキャッチャーになってない。金光、なんか金光新人を取ってなかったっけ。じゃあベストラインだっけ、オリックスの金光って。なんか取ってたよね。なかなかいいキャッチャーなのかもしれないね。中日は1番今日はビシエド、ブラック、周平、キャッチャー小池。なんか知らないキャッチャーが多すぎるんだけど、さっきから。うちはちゃんと清水使ってんだけど。生え抜きの清水。足立。山崎パンがセカンドかレギュラーか。ちょっと楽天きついな。浅村がいない。浅村にちょっとおんぶに抱っこすぎたな。セカンドの控え全く作ってなかったじゃん。まさかの山崎。山崎って山パンじゃないか。あいつは阪神か。誰だ、若いやつかな。あの、若い守備うまいやつだっけ、山崎って。山崎なのかもしれないけど、もしかして。よし、じゃあ今日ここで終わりますか。バイバイ。